群馬衛生大学看護学部看護学科4年、奥平亮です。糸満高校出身です。高校2年生ぐらいです。看護師の国家試験が取得できることと、県外に一度出て勉強してみたいと思ったからです。沖縄県で試験が受けられることを決めてなりました。3月の後半に行きました。沖縄が恋しいので、その時寂しかった気持ちもあって沖縄に帰りたいなと思ってました。両親は県外で勉強していろいろ学んできなさいというふうに言ってくれてたので、迷わず県外に行くことができました。出会えた友達がすごくいい人ばっかで、周りで励まし合いながら勉強できることですから、ね、一人暮らしなので自分で全部やっていかないといけないので、自立して生活ができるようになったんです。名前とかも通じないことです。友達呼ぶときに A とか言うんですけど、何それみたいな。デイジとか全然通じなかったです。国家試験に向けた勉強です。1日だいたい5時間ぐらい頑張ってます。地元で看護師として働くことです。お父さんお母さん、いつもありがとうございます。県外に来てたくさん支えてもらって本当に感謝してます。国家試験まで県外での生活を頑張りたいと思いますので、これからも支援の方お願いします。お姉ちゃんにも沖縄帰ってきた時とかにお世話になってるので、自分が就職して恩を返していきたいと思うので、これからもお世話お願いします。お兄ちゃんは大阪で頑張ってると思うんですけど、大阪でも体に気をつけて頑張っていってもらいたいのと、あと就職したら僕もお兄ちゃんみたいにいろいろ活躍して、またお兄ちゃんにも恩を返せるように頑張ります。いつもありがとう。自分のやりたいことに素直にまっすぐに突き進んでいって頑張ってください。福山衛生大学はとても勉強しやすい環境が整っているので、皆さん福山衛生大学に面相でーす。